ほれ、もっと飲め飲め。もう辰沖様ったら。辰沖様。なんだ。辰沖様にお目通り願いたいと申す者が。戦の話は聞かんぞ。おなごにござります。おっ、なんだ。恐れながら辰沖様にお願いがございます。あ、よいぞよいぞ。いずこのお姫君ぞ。姫君とは失礼な。な、はんべえ。兵は軌道なり。ま、兵法の基本ですよね。じゃあ落ち着いたとこで約束通りお願い聞いてもらえます？こんな間抜け面の出来損ないが、捕らえろ！間抜け面とは失礼な。人を見かけで判断するなって兵法。てか人として基本でしょ。こういう毎日お互い嫌じゃないですか、辰沖様。だからこの城を俺にください。俺が変えてみせますよ。斎藤家家臣竹中半兵衛、人は彼を知らぬ顔の半兵衛と呼んだ。知らぬ顔を装いながら気づけば半兵衛の狙い通りにことが運んでいる。隣国尾張からの猛攻をしのいできたのも半兵衛の知略に追うところが大きかった。だが当主斎藤辰沖は主食にふけるばかり。これを戒めようと半兵衛は一人で稲葉山城を奪ってみせたのだった。くしくも同じ時、辰沖に引導を渡さんと信長率いる織田軍が稲葉山城を取り囲んだ。ほんとこんな毎日変えないと。俺の軍略でね。第1話、稲葉山城の戦い。寝て暮らせるよ。まだ遠いか。姉川で浅井朝倉を下した織田軍は近畿を掌握する。ここへ来て甲斐の虎武田信玄が動いた。信玄は戦国最強と謳われる騎馬隊を率い上洛を開始。三方ヶ原で難なく徳川軍を破り制進する。信玄死すの砲が入ったのはこの時だった。信長は武田軍を撃つは今と必然し、信玄の子勝頼率いる武田軍と長篠で激突する。信玄おらずとも武田騎馬隊は健在。緊張高まる陣にあってなお知らぬ顔の半兵衛。なくして勝つ手はないかと思案するのだった。信玄がいない武田を相手にちょっとやりすぎじゃない。第3話、長篠の戦い。寝て暮らせるよ。まだ遠いか。お清半兵衛。なんで昼寝の邪魔するかな。幽閉を作らぬのが勝利の鉄則だ。百戦百勝は善の善なるものにあらず。休みなしで戦っちゃ破滅するよ、官兵衛殿。一組三丁の鉄砲が寒暖なく玉の嵐を見舞う。押し寄せた武田騎馬軍はなすすべなく絶望に沈む。なんでそこまでやるかな。世には英雄が多すぎる。
そのうち天をつかむ一人を除いた他のすべては天下に騒乱をもたらす火種に過ぎぬ。世を太平へ導く答えはそれら火種を完全に沈黙させることだ。明軍師は言うことが違うな。でももっと賢いやり方があってもいいんじゃない？大当たり！じゃ、よろしく。毛利水軍を破ったことで反乱勢力の動きは沈静化する。信長は勢力を日の本全土に広げるべく各方面に軍団を派遣。反米の主秀吉は中国平定を任された。木津川口で織田軍の実力を知った毛利元就は四国の雄長宗我部元親を動かし盤石の陣を敷く。反米は寝て暮らせる世のため相棒と決め込んだ黒田官兵衛と共に元就との謀略戦に挑むのだった。元就公も本気みたいだけど俺たちだって本気出しちゃうよ。第5話中国攻め。寝て暮らせるよ。もうすぐかな。元就の首は取ったか？まさか。ならば終われぬ。火種は完全に潰す。だからもっと賢いやり方があるって言ってんじゃん。教えてあげるよ俺の最強の軍略。まだ納得してくれませんか？このまま和議を受け入れても信長公はいずれ毛利を討とうとするだろう。結局永遠にうなされ続けそうな気がしていてね。ええ、それはそうでしょうね。誰かが戦を望む限り乱世は絶対に終わらない。だから一人一人が信じて誓えばいい。もう戦はしない、させないって。なるほど、信じるしかないってことか。だね。はい、じゃあ誓いましょう。俺と官兵衛殿と元就公がみんなで笑って寝て暮らせるよう築いていくこと。なんだそれ。これで天才が3人仲良くなった。絶対誰も俺たちには勝てない。ね、最強でしょ。